はい、どうもこんにちは、福田です。えー、今日はですね、バンエクセミコンダクター ETF の特徴を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。えー、このチャンネルなんですけども、えー、こんな感じになってますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。 はい、じゃあ、ク礎レータから洗っていきます。今回取り上げる、えっと、ですね。それが、バンエクセミコンダクター ETF になります。銘柄ガコードは SMH。上場した年は2000年で、現在の上場市場はナスダックとなっております。で、今回の動画で見ていくものなんですが、銘柄単体の過去の1営業日から10年間のリターンですね。こちらを検証していって、で、その次に、マーケット全体ですね。まあ、具体的にはインデックスとの連動性を検証していきたいと思います。で、検証期間は2000年間の 6月5日からになります。で、比較していくインデックスなんですけれども、S&P500 と Nasdaq100、この2つで比べていきます。で、見ていくリターンの種類なんですけれども、今回はですね、ハイトン抜きのリターンで見ていきたいと思います。 はい。じゃあですね、先に結論から言っておきます。えー、こんな感じになったんですが、えー、とりあえず相関係数は、えー、いずれのインデックスとも相関が高いって形になりました。で、ベータ値に関しては、まあ、これは、えー、高めって感じになります。で、シャープレシオはですね、インデックスと比べてシャープレシオは低いって形になりました。で、アルファなんですけども、えー、これはですね、特にナスダック100と比較した場合には、え、アルファは出てないって形になりました。で、とりあえず投資前提なんですけども、えー、これはですね、え、アメリカ株に対して強気っていうふな、えー、そういった形になると思います。えー、ではですね、 なんでこの結論に達したのかをここから見ていきます。 はい。じゃあですね、早速、えー、見ていくんですけれども、えー、ここの表ですね、基本的には一時停止ボタンを押していただいて、えっ、ー、と、眺めていただくだけで結構なので、えっ、ー、と、今から説明するやつはですね、あの、補足として聞いておいていただければと思います。で、一応ですね、えー、概要欄のところに用語解説はやってありますので、えー、そちらもご覧ください。えー、ではまずここの1営業日ですね、えー、これを例にとって説明します。えー、これは2000年の6月5日から2021年の12月31日までの間で、えー、この SMH の1営業日間のリターンの個数が 5,429あったって意味になりますで、このうち52%に当たる2823回が1回平均で1.49%上昇。で、48%に当たる2606回が1回平均でマイナス1.53%下落。で、平均すると0.04%のプラスになってましたって意味になります。で、標準偏差はリスクと呼ばれるもので、リターンの振れ幅を表すものになります。で、これは0.04を中心に上下に振る前に2.17の振れ幅がありましたよって意味になっていて。で、シャープレションは平均リターンを を標準偏差で割った数値で投資効率を表すものになります、まあ、具体的にはディスクに対するリターンの獲得効率ですねで、こいつはですね、まあ、ここの0.04を2.17で割った0.02という形になりますで、最大リターンと最小リターンなんですがこれは1営業日間における最大と最小のリターンなのでなんで一番運が良かった人は1営業日で16.46%利益が出て一番運が悪かった人は14.41%損失が出たという形になりますとりあえずこれが1営業日間で,で、えっと、同じ方式で1年から10年までやってあるんです ですけれども一応ここの1年もですこの場合は2000年から2021年までの間で250営業日間のリターンの個数が5180個ありましたって意味になります。で、このうち約63%に当たる3274回が1回平均で30.53%上昇。で、約37%に当たる1906回が1回平均で20.24%下落。 で、平均すると1年間のリターンというのは11.85%になってましたって意味になります。で、標準偏差は、えー、さっき見た11.85を中心に上下にプラ比べ31.46。で、シャープレッシオはリターンあるリスクで、最大リターンと最小リターンなんですが、この場合は250営業日間における最大リターンと最小リターンなので、なので一番運が良かった人は250営業日間で135.93%が増えてましたよと。つまり100万円投資したらば、それが1年後に235万円ぐらいになってたんですが、一番運が悪かった人は66.32%。 パスさんが減っちゃってましたよと、えつまりはえ百万円が一年後にえだいたいえ四十四万円ぐらいになっちゃってましたよって意味になります。え四十四万じゃないですね失礼しました。えっと三十四万円になっちゃってましたよっていうふうなえそういった意味合いになります。えとりあえずこれが一年間で同じ方式でえ他も計算してえあります。で外観していくとですねえっとリターン自体は全部プラスになっているのでえとりあえずですねえっと堅調だったって感じですね。で一年間のリターンがえっとこれですねえっと十一点八五パーセントって形になっているのでまあそれなので。 インデックスのリターンと比べても比較的良好なんじゃないでしょうか。で、え、ここの10年間を見ていると、え、平均して186.70%なので、え、それなので、え、10年間保有してた人っていうのは、え、平均して100万円が、えっと、286万円になってたって形ですね。で、一番運がいいと、え、100万円が10年後に、えっと、1081万円になっていて、で、一番運が悪いと、100万円が10年後に、え、だいたい、えっと、26万円ぐらいになってましたよっていうふうな、え、そんな感じになります。まあ、ここから見てわかることは、リターン自体は堅調なんだけども、 え、触れ幅自体は結構でかいよってふだえー、そんな感じですね。えー、とりあえず、え、これが、 銘メーガル単体での検証で、お次にやっていくのが、ベンチマークとの比較、S&P500 とナスダック1 0 0との比較になります。ではまずリターンから比較していきましょう。ここの赤い文字のところは、SMH のリターンを、ベンチマークのリターンで割った数値、これが記載してあります。で、これで見るとですね、S&P500 と比べると、この SMH はリターン自体は、かなり高かったって形にはなっているんですが、ただ、一方ナスダック1 0 0と比べた場合には、単日と1年間にかけて ま、あの、ただ2年から10年、ナスダック100がですね、この間のリターンがめちゃめちゃ良かったっていうのはあるとは思うんですけども、まあ、とりあえず、リターンだけで単純に比べるんであれば、そんな感じみたいです。では次に、ディスクを比べていくんですが、同じくですね、SMH のディスクをベンチマークのリスクで割った数値が記載してあるんですが、これ見るとですね、S&P500 とナスダック100、いずれのインデックス X と比べても、この SMH っていうのは、えっとデスクが大きい、えつまりは、えっとリターンのばらつき、え振れ幅が大きかったよっていうふうな、そういった形みたいです。で、リターンとリスクの兼ね合いを見るのが、このシェアプレッシオっていうふうなやつなんですが、これもですね、同じく、えっとそれ、えっと SMH のそれを え、ベンチマークのそれで割った数値が、え、記載してあるんですが、え、これで見るとですね、えっと、いずれのインデックスよりもシャープレシオが低いって形になってますね。え、要はですね、え、ナスダック100と比べた場合には、え、大体、えっと、リターンが低くて、しかもリスク高いから、このシャープレシオは低くなるっていうのはわかるんですけども、えっと、S&P500 と比べた場合、え、これはですね、えっと、SMH の方がリターン自体は高かったんだけども、ただそれ以上にリスク取ってるから、え、だからここのシャープレシオは低くなりますよっていう風な、え、そんな感じみたいです。まあ、いずれにせよ投資効率は低かったって形です、 です、ね、え、相関係数を見ていくんですが、え、これはですね、え、強い純相関っていうふうな形ですね。まあ、それなんで、えと、S&P500 に対しても、ナスだけ100に対しても、まあ、連動性は高いって形ですね。で、ここのリスクバ率は、さっき見た標準偏差の、え、ここの数値ですね、え、これとイコールになっていて、まあ、要は、えっと、ベンチマークに対してどれだけリスク量が多かったかっていうふうな、そういったことになります。で、え、下に行って、え、ベータ値、え、これは相関係数とリスクバ率を掛け合わせた、えっと、感濃度を示すものなんですけども、え、これはですね、いずれのインデックスよりも、えっと、1を超え 動いているので。 え、それなんで比較的感濃度は高めって形になります。で、どっちかっていうと、S、S&P500 に対しての感濃度が高めっていうふうな形ですね。まあ、ただこれはリターンとかリスクとかの兼ね合いになるので、何とも言えないっていうふうな形ですね。で、このベータが出せたのがですね、えっと、この SMH って、このベンチマークに対して、えっと、リターンって、あの、独自のリターン、ま、つまりはアルファあったのかなかったのかっていうふうな、そういったことがわかるんですけども、それがですね、こちらになります。で、この平均リターンを上で見たのと同じもので、 で、この平均リターンは、ベータによるリターンとアルファによるリターンの2つに分解ができます。で、こっちのベータによるリターンが、ざっくり言うと、マーケット全体、この場合は S&P500 ないしは、ナスダック100がたまたま好調だったから得られた分のリターンですね。それがベータによるリターンで、で、こっちのアルファによるリターンが、マーケットとは関係なく、そのカーの独自の値動きによって得られた分のリターンですね。それがアルファによるリターンって形になります。で、このベータによるリターンはですね、計算式自体は、 え、それぞれのベンチマークのリターンに、えっと、ベータ値ですね。え、これを掛け合わせてあげたものになっているので、え、それなんでですね、えっと、平均、マーケット全体の、えっと、リターンに、感濃度を加味した、え、理論リターンが、このベータによるリターンという形になります。で、アルファによるリターンは、え、この平均リターンから、ベータによるリターンを差し引いて、え、残ったものになるので、え、それなんで、え、これはですね、え、要は、えっと、理論リターンでも説明できない、え、そのメーの独自のリターンという形になります。で、下の構成比率は、え、このベータとアルファのリターンが、平均リターンの うちののののをを占めてるのかっていうのを示したものになりますで、ざっくり言うと、え、アルファによるリターンがマイナスなのであれば、その銘柄って独自のリターンってなくて、たまたまマーケット全体が好調だったから、そのリターン出せただけだよねっていうふうな、そんな感じになります。で、これ見るとですね、S&P500 に対しては、えっと、短日から3年までは、えっと、一応すずめの涙程度ですけど、え、アルファが出てるのに対して、4年から10年、これはですね、アルファがマイナスに突っ込んでおります。つまりはですね、この SMH、 got えっと、リターン出した理由っていうのは、まあ、S&P500 と対して比較してみるんであれば、この5年間から、と4年間から10年間に関しては、たまたま S&P500 が好調だったから、リターン出すのだって、別にこの SMH に投資する意味ってそんななかったんじゃないかなっていうふうな感じですね。まあ、リターン自体は大きいんですけども、たださっき、シャープレシューが低かったところでも見た通り、要は、ディスクが大きければ、それリターンも高いのは当たり前だろうっていうふうな、そんな感じなので、それがここのアルファのマイナスとして現れてるっていうふうな形ですね。で、一方ですね、 ナスダック100と比べた場合には、これは単日から10年まで、全部でアルファがマイナスになっているので、それなんで、この銘柄なんですけれども、ナスダック100と比べた場合には、その、この SMH の独自のリターンってのはなくって、要はハイテク株市場がたまたま好調だったから、そのリターン出せたのであって、別に独自のリターンってないですよね、みたいな。つまりはこの銘柄にわざわざ投資した意味ってありませんでしたよね、っていうふうな。そんな感じになります。まあ、ナスダック100に関しては、SMH よりもリターン高かったので、まあ、それは、えっと、言えそうだと、 思いますで、この構成比率はですね、ここのアルフとベータのリターンのリターンに比例しているので、それなんで、これはですね、後で適当に見ていただければと思います。とりあえず、これがベンチマークとの比較で若干まとめておくとですね、これで一応アルファがマイナスとはなってはいるんですけれども、 えー、ただですね、えー、これが、えっ、ー、と、未来英語、今後も続くかどうかって言われると、その保証はないですし、えっ、ー、と、逆にですね、まあ、続く可能性もあるので、えー、それなので、そこはですね、ちょっと、えっ、ー、と、ご留意いただければと思います。で、あとですね、これ悪魔2000年から取ったデータなので、これが1990年とか1980年とか、えー、そういったですね、時間軸伸ばしてくると、またここのデータも違ってくる可能性はあるので、そこだけご留意ください。はい。で、これで以上になります。 はい。というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっておりますので、リクエストとか感想とかあったらコメント欄に書いてもらえればと思います。えー、あと、えー、チャンネル登録もしていただけると、えー、嬉しいです。はい。では以上になります。お付き合いいただきまして、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。